薬草採取付き合ってもらっちゃって。この辺りは薬草の種類も違うでしょ。そうですね。あ、ありました、暁大王竹。こっちは大丸竹、それにネズミ転がり竹です。キノコばっかり。私得意分野はキノコなんです。気をつけてください、直接食べると危ない毒キノコも混じってますからね。でも例えばこのキノコは10分ほど煮沸、想像以上に得るものがあった薬草採取だったよ。ありがとう。いえいえ、楽しんでいただけたようで何よりです。お、小さいのが焼けてきましたよ。これエルビンというソースです。何種類かの豆を発酵させて作ってます。この香り醤油っぽい。僕は森の中で暮らしてはいませんよ。森の恵みを最大限活用できる方法を村の人たちなんかにも教えていきたいな。ナイスアイディアです。娘やライカにも体験させないと。いくらでもご案内できますよ。ちょっと春から笑いすぎ。本当ですね、でも止まらないんですよね。いや、毒はないです。三角クリタケは毒があります。いや、有毒なの混じってたぞ。本当だ、薬用ゾーンのやつを入れていました。仕分け雑すぎ。私がまだ食べてないやつだな。不幸中の幸いか。私は一ついただいてましたね。どういう症状が出るの？心身が高揚して笑いが止まらなくなり。さらで下がるんですか、お師匠様？あなたに毒が回っている恐れがあるからだよ。お師匠様、私といいことしませんか？むしろしてください。断る。大丈夫ですよ、絶対に気持ちよくなりますから。そこ基準にしてない。お願い。